知県名古屋市の愛知県美術館では、今第66回院展が開かれています。日本美術院は明治31年、岡倉天心が橋本画報らと創立したもので、東洋美術の正しい伝統を基礎として栄えてきました。大正2年、天心の死後再興され、以来今日まで66回の展覧会を重ねています。今回は奥村都牛、小倉優希、平山郁夫ら日本を代表する画家たちの作品300点が展示され、美術ファンを楽しませています。